海外の人たちを助けるような仕事もなんかできたらいいなと思いますね、はい、JPIX ウェビナーです。JPIX マートリーです。よろしくお願いします。ネットワークエンジニアの土屋です。よろしくお願いします。今日のトピックは今後どう IX が展開していくのかっていうお題で、めちゃめちゃ難しいお題ですね。難しいですね。IX のサービス自体が、なんていうんですかね、その自社が何かをしようっていう感じというよりは、どちらかというとコミュニティが何を求めているかとか、その時代が、時代で何が求められているかって結構コロコロ変わるじゃないですか。IX そのものって昔から変わってないんですよ。徐々には変わってますよ。いろいろそのクラウドが接続できたりだとか、インターネットの使い方そのものがいろいろその昔と変わってきてるんで、昔のそのテキストベースのコンテンツから、動画だったり音楽だったりとか、そこでそのいろんなプレイヤーが新しく生まれてっていうのはあるんですけど、基本的にその、さっき言ったそのクラウドが接続できたりだとか、いろいろそのサブオプション的なサブ商品的なものはいろいろその考えなきゃっていうので、いろいろそのできてはいるんですけど、まだメインってそのピアリングしてトラフィックをその交換しましょうっていうところなんですが、これ結構その IX ができた初めから、研究から始まったんで、その研究当時とはそのまた違うと思うんですけど、商用のインターネットっていうものが始まって、以来はベースは多分それなんですよね。僕がこうピアリング担当者とか、そのトラフィックの観点で話してると、結構ね、なんか時代によってバランス感とか温度感が結構変わってるのはちょっとあるかなと思っていて、多分それは結構ねコストバランスとかの話でもあるんですけど、例えばトランジットの価格が高かった時、トランジットは上流回線が、メガビット単価で、何百円とか、千いくらとか、要は高いお金をそのトランジット側に取られている時っていうのは、やっぱりできるだけそのピアリング担当者としては安くつなぎたいっていう、流れが働くじゃないですか。でそうなると、例えばそのそれこそ IX を、回線増やして、値段を下げようとか、あとはプライベートピアでお金を下げようとかっていう感じになると思うんですけど、ただ多分それってトランジットの価格が今度安くなってくると、じゃあそのトランジットに流しっぱなしでもいいんじゃないみたいな、多分アイデアも結構出てくるかなと思ってて、なんでなんか結構それって例えば回線コストとかトランジットコストとか、なんかどこにどれぐらいトラフィックを流すのかって結構なんか時代によって実は温度感が微妙に変わってきてるんじゃないかなとちょっと思ってるんですよね、個人的に。波はあるかなっていうのはありますね。その IX の価値が下がる波と上がる波っていう、数というか、トラフィックをどれぐらい流すのがいいのかって、その割合ですよね。割合、もしかしたらその頑張ってピアリングを見つけるよりもしたらトランジットの方がいいかもしれないし、あとはもうトランジットがとにかく高いから、もうトランジットを減らすために IX に流したいとか、なんかその辺はね、結構その特にネットワーク運用とかトラフィック運用をやってる立場では結構あるんですよね。IX がどう発展していくかっていうそのトピックに戻ると、なんかその発展の仕方ってどういうそのなんかあります？はい、いやなんか僕がそんなに大それたことは言えないんですけど、ただ想像ですよ、アイデアなんですけど、なんか結局その IX 自体が発展というよりは、多分ピアリングコミュニティが発展するかっていう話かなと思っていて、コミュニティ、多分ちょっとさっきも言いましたけど、どっちかというとその、なんていうんですかね、ユーザーが IX に何を求めているかとか、そのインターネット業界がどう IX を使うようになるのかみたいな、なんかその、目の向け方の方が多分意味があるかなと思っていて、単純にその IX がどういうサービスを出したかとかっていうのはもちろんそれもあるかもしれないですけど、
どっちかというとなんかどういう用途で IX を使うようになるかなのかなとか思って、うん、例えば、うん、まあ、最近の話だと、まあ、もともとは、ね、ISP 同士がトラフィックを交換するためだけの IX 回線だったかもしれないですけど、うん、最近は例えばなんだろう、 Google、 例えば GCP、 あの Google クラウドプラットフォームとか、うん、あの Amazon AWS とか、うん、そのクラウドサービスと接続性を良くするために IX を使うというような、まあ、そういったちょっとあの使われ方が変わってきているようなパターンもあると思いますし、あとは、何でしょう、あの場合によってはその、例えば地域系の ISP 同士が東京にまで行かないとその IX はないけども、まあ、できたらやっぱりその地域事業者同士でつなぎたい場合に、例えばその、まあ、ちょっとあの有名な話である、あの新潟の地域で越後 IX っていう、うん、あれはコミュニティ IX ですよね。そうですね、うん、あのコミュニティ IX っていう要はあのどっかの IX の会社が提供してるんじゃなくて、まあ、自分たちでもうスイッチを買ってで共同運営しましょうよね。そこでその例えばその新潟とかその越後県内の、ピアリングをそこでやりましょうよみたいな、カルチャーも少し出てきていて、まあ、これ結構アメリカはかなり多いんですよね、コミュニティ IX。 ヨーロッパもあるのかな、結構歴史として長くありますね。そうですね、なんで、どっちかっていうとその、その ISP 各 ISP とかその各コンテンツプロバイダーが、今何が困ってて何を、どういうトラフィックをどこにどうやって流すのがベストなのかっていうことによって、それは、東京に足伸ばして IX ってなることなのか、もう地元で自分たちでお金を出し合って、まあ、要はオレオレ IX を作る、ようなやり方なのかっていうのは多分結構これは時代によってかなり変わり変化があるかなと思っていて、でどちらかそれは IX の、変化というよりはやっぱりそのピアリングコミュニティがやっぱ少しずつ変化しているのかなというふうな気がするんですよね。で特にあのコミュニティ IX に関して言うと、なんていうんですかね、どっちかというと、ね、やっぱ昔一昔前はもうトランジット ISP 様様とかもう各キャリア系 の IX 様様だった感じというか、まあ、逆にそれ以外のなんか選択肢が考えられなかった、それ以外 の選択肢がなかったんで、もうそれをもちろん使わせていただくという感じだったんでしょうけども、ただ今になってはどっちかっていうとその特にアメリカは顕著なんですけども、その各 ISP とか各コンテンツプロバイダーがそのトラフィックを持ってるのもありますし、すごいパワーを持ってるのがあったりとか、まあ、自分たちで頭を働かせるようなプレイヤーが増えてきたんで、で、まあ、そこで柔軟な IX の使い方をしたりであるとか、こう柔軟なトラフィックの流し方をもう各プレイヤー同士がもう直接話し合って、なんていうかね、その新しいつなぎ方、より、自分たち そのビジネスメリットに合うようなつなぎ方っていうのをこう発明し合うみたいな、うんうん、結構カルチャーが割とこの10年とかこの5年ぐらいで進んでるかなという気がしてるんですよね、うん、それでいうと、うん、その、まあ、コミュニティへもそうですけど、うん、そのなんといわゆるデベロッピングカントリー、その、うん、発展途上国、うん、でその、今まで IX がなかったですっていうところ の、うん、そのいわゆるその、クラウドのそのサービスを提供してそのいわゆるプラットフォーマーの、大きな会社がコントリビューションして、うん、そのスイッチだったりあとはその、技術そのものを、うん、その教えて、そこでその IX を設置してみたいなのありますね。でまあ彼らはそれ将来的なそのビジネスメリットがあるから、うん、で同じようなその話で言うと、IX じゃなくて海底ケーブルも、うん、彼らが、まあ、結構その資金としてたくさん、持ってるっていうのが根底にあると思うけど、うん、やっぱそこでもやっぱり、そこをなんだろう、自分たちで資産としてというか、うん、自分でそのコントロールできるようなものとして持っておくっていうところが、うん、多分彼らはその、見据えている、将来すごく重要なもの。僕のパターンはそのパターン多いかもしれないですね。
ね、やっぱり将来的に、うん、あの今のうちに布石を打っとこうみたいな、うん、まあでもそれでね結果的にその現地のコミュニティが活性化するなら、まあそれはそれでありですよね、きっとね、うん、何もしないよりも前に進んでるんで、うん、だからそのまあコミュニティ自体がその IX をそのオペレーションするっていうのとは多分あの話がちょっと変わってくるかもわからないけれども、そこにその投資をする人があのそこにいる人じゃなくてなんか別からやってくるみたいな、でオペレーションする人自体はまあその場にいる人、なんでお金とそのスキル、あのいろいろノウハウは渡すんで、うん、っていうのが今多分現時点、まあ、数年前から、うん、あの起こってる話なのかなと思うんですね。あと直近の話だと本当に九州にあの九州の ISP さんが中心になって、まあ、九州にそのいろんな IX とかいろんなトランジットプロバイダー集めて、まあ、九州を、新しいネットワーク、日本の第三のまあ、東京大阪に次ぐ第3のネットワーク、なんかネットワーク拠点にしようと、考えて動かれているようなあのケースもあるんで、JPEGさんも確か九州に出されるんですよね、計画中ですかね、計画中っていうステータスだと思うんです、まあ、そんな感じでやっぱその人を集めていろいろ動きをあの作るみたいなやっぱあの感じもあの動いてるかなと思っているんですよね。なんかそうですね、うん、だからなんかその最初にちょっと戻っちゃいますけど、その IX がどう発展するかって、うん、なんかもうさ、ちょっと IX の外の人なんで、もう好き勝手に言わせていただくんで、全、う、然、んうん、正論ではないんですけど、うんうん、多分 IX さんの強みって、単純にその東京とかそのあのコアの拠点に、単純に回線を用意してるよっていうだけじゃなくて、多分そのピアリングコミュニティをある意味運営してるところに多分一番の強みがあるかなと思っていて、うんうん、まあ、つまりそのやっぱり、まあ、僕の考えで言うと、どちらかというとそのユーザー会とかあの例えば JPX さんに参加している人たちをどう巻き込むかとか、どういうディスカッションをそこで生むかとか、どっちかっていうとそのユーザー同士でどういう議論をさせるかみたいなところが、むしろその IX が今後どうなっていくかっていうところにすごくこう密に結びついてるんじゃないかなと思うんですよね。例えば、ね、今後どういうふうに IX をあの使っていくのがインターネットにとっていいのかとか、それこそ各あのいろんな会社の ISP にとってそれがあのいいのかとか、うんうん、あっていうなんかその声を聞ける場としてはすごく IX って素晴らしいなと思うんですよね、うん、まあ、人がその、まあ、うん、集まる、うん、ポイント、うん、そうですよね、うん、トラフィックも集まるポイントがもともとの IX ですけど、そのまあ、結局人が運用してるんですから ね、うん、ネットワークトラフィックが集まるのもそうですし、人も集まってるんですよね、うん、やっぱあんだけユーザー会でたくさんの人が集まるっていうのはそうそうないですからね、うん、あれはやっぱりすごくなんか JPX さんとか他の IX さんもそうですけども、うん、やっぱそこの各 IX さんのやっぱり資産なんじゃないかなというふうに思いますよね。でそれがなんかうまくというかその今後世の中とかインターネットとかトラフィックの流れが変わってたとしても、まあそのね、そのユーザーコミュニティをと一緒になんかその進めるような形であれば、まあ、こう自然とこう IX もなんか変化していくんじゃないかなというふうに、うん、まあ、あの外から外野としてはなんか感じますけどね、うん、まあ、プレイヤーのその種類もその広がっていっているので、うんうん、ね、いろんなその声が集まる場所として、なんだろう、お客様はもちろんですけど、この業界に、反映できるような、位置を、築いていければなっていうのは思いますね。なんかね、今いろいろありますよね。例えばなんかその都心と地域の格差とか、まあ、今日その回線の格差とか、あとは単純になんか長距離回線が日本は全然値段が下がってない問題とか、まあ、トランジットもやっぱ他の国に比べると値段がまだ高いとか、なんか多分いろいろなんか日本ならではのやっぱ課題があって、うん、でその中でなんかこう IX を使って多分解決できるような問題もいくつかあると思うんですよね、うん、なんかその長距離回線を使う代わりに IX でトラフィック運んでとか、うん、まあ、もちろんなんかいろんな会社とピアリングしてとか、なんか今だったらもしかしたら CDN とかそのコンテンツプロバイダーからのトラフィックが多すぎるからどうにかしたりとか、多分いろいろあると思うんですけど、やっぱりね、一歩一歩
解決していかないといけない難しい問題なんですけども、まあ、その中のいくつかがその IX 上で何かができるっていうので解決になるとなんか面白いなっていうふうには個人的には思いました。ちょっと広い視点で言うと日本ってアジアパシフィック地域の一つの国で、まあその中でも結構トラフィックを持ってる一つの都市、まあ国、ちょっと広めに言って国って言いますけど国なんですね。はい、で、JPX って APIX アジアパシフィック地域の、IX のコミュニティの、1IX の、参加してるんです。で私その運営委員の一人にもなってて、ステアリングコミッティでいろんなまあ、JPX だけじゃないんですけど日本ってそれなりのトラフィックを交換してるっていう、まあ、バックグラウンドがあるんで他のアジア地域の、東南アジアとかまあ、トラフィックは今現時点はまだ小さいんだけれども、まあ、これからその発展する余地がたくさんあるっていう国っていうのはたくさんあっていろんな情報の展開さっきのコミュニティって結構日本の中だけの話だったと思うんですけど結構アジアの中でも同じような話があるんですよね。だそういったところでも日本の他の国地域に対しての貢献っていうのも考えてこの IX をまあ、将来的にどんどん発展できるようにちょっと頑張っていかなきゃなってちょっと最近思うところもあります。なんかこう海外と、まあ、日本国内なのか、まあ、アジアとなのか、まあ、ちょっとその架け橋になれるような多分その立ち位置なんですね多分日本って、やっぱりアジアの中ではすごく発展した都市ですけどそうですね確かにそのちょうどねアメリカとも近いしアジアの一番ね東側だしなんかそういう活躍ができる場所なんですけど、まあ、ただちょっと近く日本のエンジニア社は日本向きな国内市場しか見てないようなまあ、方もそんなに少なくないのでだからねなんかそういったところでなんかその海外の人たちを助けるような仕事もなんかできたらいいなと思いますね、やっぱそういうところでもやっぱ IX さんってなんかねいろんなそれこそ海外のエンジニアと一緒になって何かするとかっていうことも積極的にやられてるんで、なんかその辺はちょっと確かに発展の幅というか可能性があるのかなと思いますよね、国内外問わずに人が交換、人が集まるそういう場所として、維持できるように頑張っていきたいと思います。はい、っていうところで、まあ、今後どうなっていくか分かんないですけど、まあ、ちょっとそういった話もさせていただきました、JPX ウェビナー、今回これが最後って言っちゃうのか、ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。